工学と妖怪学と化け物とバットマンと猫とゴジラとタコとパイとケーキとバナナと。すみません。私は選挙士です。そうですか。私も農家だけです。何？すみませんが、私は大工です。What language are you guys speaking?いつも困りますよ。はじめ。もう一杯どうぞ。じゃあ半分だけ。タバコは？いえ、結構です。やめたんですか？ええ、健康に良くないと思って。じゃあ、全然吸わないんですか？いえ、一日に2本ぐらい吸いますけどね。一番面白い記事は、タタという人が1時間で200本タバコを吸います。タタさん、頑張ってください。今晩のニュースは6時から地震があります。日本へ来るのは間違ったね。グアムにいればよかった。ああ、せっかく日本にいるからしょうがない。お腹が空いた。食べ物の番組をつけてみようかな。やっと当日になりました。今日はグアムの一番上手なシェフがいらっしゃいました。カジカミとおっしゃいます。6歳の時から毎日家族が食事を作らせました。早く上手に料理ができるようになりました。マレット鉄人に挑戦します。鉄人を呼びましょう。どうぞよ。アレクジン、食事を作っている間にお客さんの紹介しましょう。こちらはアフリカの宣教師の若林さんです。はじめまして。こちらは有名な昨日の夢というホームドラマの塊さんです。はい。そしてこちらは危ない盆栽ラブ先生です。はじめ。もう始まったんですが、福井さん。はい、どうぞ。カジカミさんと話したんですが、グアムから特別に濃い緑のレタスを持ってきたそうです。ここではないということです。それに味がワッフルと合うそうです。ありがとうございます。参加者に質問してみましょう。鉄人の方に行きましょう。すみません、今何しているんですか？焼いて焼いて、いい子だね。優しく焼いて。忙しいですね。
今何してるんですか？トマトとグアムカラのレタスと人参と玉ねぎを混ぜています。この味はワッフルとよく合います。なるほど。神さんは何やってんでしょう？卵を割っている。父がすごく卵が好きでした。懐かしいです。ああ、懐かしいですね。お父さんのために頑張ってください。もう一度鉄人の方に会いてみましょう。今作っているものはチャレンジャーのためのワッフルですか？とんでもない。これは私のです。時間です。美味しいですね。よくできました。うまいね。こんなに薄くちゃ味が全然わかりません。いいえ。美味しいけど、ちょっと甘すぎます。甘いね。トイレに行きたい。これは簡単すぎじゃないですか？ねえ。ラブさんはまだトイレにいるよ。これは食べ物じゃない。その通りですね。最高です。最高だね。ああ、おいしい。何年も離れていて帰ってきた。弟？2年前にここまでで台風が死んだなかったの？いや、台風があって、イルカに乗って、日本まで300マイル渡ってきて。じゃあ、はい、どうぞ。さあ、300マイルばかり行ったか、面白いですね。2人は兄弟？